こんにちは、任天堂の岩田です。後ろに見えるのは本物のモナリザです。私は今パリのルーブル美術館に来ています。今日はルーブル美術館に無理を聞いていただき、休館日にこのような撮影の機会をいただきました。ルーブル美術館では2012年の4月から館内のオーディオガイドとして任天堂 3DS をご利用いただいています。今日はこのオーディオガイドについて新しいお知らせがありますので、この方に直接紹介していただきましょう。どうぞ。おっとっとっとというわけで宮本さんです。はい、こんにちは、宮本です。こんなところにね、はい、会社に入った時にこんなところに僕が岩田と立つとは夢にも思ってなかったですね、はい、全く私も夢にも思いませんでした。何せ本物ですから ね今日は一体何が起こるのか。僕はあの岩田さんにこのガイドをね、いろいろご説明しようと思って一緒に来ました。はい、はい、ということでどうぞよろしくお願いします。はい、よろしく。割と迷わないでしょ、この今地図、はい、そのエリアに行くと勝手にこうガイドが流れて、うん、こうしてずっと自分が歩いてるところが順々にこう開いていくんですね。これあのコースを選んでると、はい、終わると自動的に次へ行く案内をしてくれるんですけど、うん、今は直接ガイドマップを使ってるので、はい、If we start off by facing the Venus de Milo and move around the sculpture,The first view is almost certainly the best. When you're facing her, you really get the full effect of the double twist in her body and the way her gaze is focused slightly upwards. And then if we move clockwise around her, we can get a better look at the drapery on the right-hand side, as well as the slight bulge of her stomach. Then, if we carry on around the statue, we get to the back. And then you realize that the work is a lot less accomplished.まあ、あまりこちらからは見られることはない、はい、そういうあれですね。だから見る角度によってすごく表情が変わるっていうのが、そうですね。で次結構こっちもまた見ものなんですけれども、はい、さあ着きましたね。ここがね、はい、やっぱり一番見晴らしのいいところなんですね。向こうまで見えますね。向こう見えますよね、あの向こうの方にミケランジェロの奴隷があるんですね、はい、でこの反対側が有名なニケがあるんですけども、はい、ここでこのパノラマのアイコンをタッチしてもらうと、はい、これ LR ボタンで回して、はい、これ自分で合わさないとダメなんですけど、はい、こうパノラマがちゃんとこう、はい、ここで見れるようになってます。これがあの迷わないように要所要所で見られるようになったんですね、はい、それでこの階段をずっと上がっていくと抜けのところにつながっていきます。今階段の間危ないのでね、こう下げてください、はい、プランって、はい、お、消えた、電源消えるんですよ。それでバッテリーを長持ちさせようという、なるほど。登ってきました。これがサモトラ家のニケなんですね、はい、でこれもやっぱり 3D ビューがあるんですけども、はい、これあの美術館の人たちが喜んでくれるのはこれを上から見ることってできないんですよね。そうですね。けど 3D ビューで見ると上からも見られる、はい、でこの像ってね、僕の 美術大学の時 の、はい、あのホールにあったんですよ。なんかすごい懐かしい銅像なんですけども、でも確かにあれですね、 3D になるとこのまず本当は見られない上から見ることがそうですね、できたりするんですね、これが本当はあの風の当たる青空 の場所にあるので、はい、この 3D の背景にもそれを入れたいっていう相談とかもしたんですけども、はい、まあそこはやっぱり、はい、まあ、本当の場所に置いてあるんだから、本当の場所じゃないので、はい、まあ、その保証がないっていうので、はい、残念ながらやめたんですけど、はい、多分これは青空のすごいあのところに凱旋した後の船の先端のにあったんですね、ええ、そういうイメージで作られてですね、うん、
ああだけど確かにその本物を目の前にして何のためにここで立体で見せるんだって一見思うけれど、はい、絶対に見られない角度から見られるんですね。そうですね、うん、ちょっと苦労したんですけども、うん、けどやっぱりあのゆっくり後から見ることもあるでしょうし、はい、レストランに入ってちょっと見るとか、はい、でこれスーッと振り返ってもらうと、はい、向こうに絵画のセクションがあるんですね。あ、はい、見えますね、はい、あの向こうの方にモナリザがあるんですけども、はい、ここから両方の展示室が見える、はい、なんかもともとはルーブルのこう正面玄関だったらしいんですけどね。ここがですか？ええ、なんかちょっとつながりは今わかんないです。それからこっちにちょっと来てそこに、はい、あのカメラと一緒にありますよ、棒状の、はい、実はあれがこの一見室をしてるんですよ。あで、ああいうふうにあそこから電波が出ていて、はい、その電波がいろんな場所から届くので、はい、ここで大体の位置が分かる。場所が分かるんですね。うん、でして、あの、歴史的建物なので、ネジは打てない、はい、それから目立ってはいけないというので、はい、本当にステルスで、あの、壁の色に塗ったり、はい、黒いものにして上の方につけたり、はい、いろんなところに。いろんな工夫をしてつけた。はい、これを探すのも結構面白いです。はい。これを探すのも、ルーブル美術館の楽しみになります。そうですね、ツアーの一つですね。そしてね、地図を触ると、はい、その場の写真が見えるんですね。はい、これ 3D の写真で見えます。はい、こういうこの部屋に入ってきましたよね。で、モナリザのところに来ると。ました。はい。で、これモナリザの解説がありますけど、はいはい、これはあの、高解像度の絵が入ってるんですね。はい、だから近、このここで近づくよりもっと細かいところが見られるという。ここ、これより近づけないですからね。はい、その時にはこう虫眼鏡拡大してみる、はい。虫眼鏡に3つの星がついてるんですけども、はい、これで拡大してみると、はい、かなりぐーっと寄った、あの絵の具のひび割れまでをここで見ながら。今僕眼鏡はめてないので、ひび割れは見えないんですけど、こちらならひび割れが見えます。Possible that the portrait was commissioned from Leonardo da Vinci to celebrate the birth of a second son in 1502, and perhaps also to celebrate the family moving into a large house in 1503. All of these happy events may be the reason for the Mona Lisa's smile, but the smile could actually be Leonardo da Vinci making a sort of joke. また絵の見方が変わりますね。そうですね。まあこういう大きなあの絵とか。細かいディテールを見る絵にはナポレオンの戴冠式とかすごく細かい絵があるけど、はい、あの巨大な絵すごく大きくて すごい細かく描き込まれてる 絵、そういうものにはこういう高解像度モードというのをつけてます、はい、ここは貸し出し用の 3DS をストックする場所って聞きました。あ、動くんですね。動くんです、これ、ね、移動式の棚で、この中にはたくさん 3DS が並んでるんですね。これ充電するんですか？そうです、ここで充電して、それから展示物が変わった時の最新版にバージョンアップをして、あ、じゃあそのプログラムの書き換えとかもするんですね。で、その日どんな風に使われたかっていうログを吸い上げて、はい、でパソコンで管理する。あ、じゃあそのお客さんがどこを回ったとか、はい、電池どれぐらい使ったとか、はい、電池どれぐらい残ってたかとか、それからどんなことを改良した方がいいかとかいうのが、そこから分かるわけですね、ええ、それでいろんなことを調べていくんですね。 Hello again, everyone. I'm Satoru Iwata from Nintendo. The footage you just saw was filmed with the museum's special permission. When Mr. Miyamoto and I visited the Louvre last year during closing hours,As I said in the video, for over a year, visitors to the Louvre have been able to rent and use Nintendo 3DS systems as audio guides for the museum. Since then, we have adapted the guide so that it can be used at home as well, and it is now available for purchase on Nintendo eShop under the title,Nintendo 3DS Guide Louvre. The software is filled with over 600 images of artwork, nearly 30 hours of audio commentary, and more than 400 3D photos of the museum interior, all of them top quality, as you would expect from an official museum guide. I think it perfectly captured the Louvre's charm
So you can enjoy the feeling of being there from the comfort of your own home. In addition, as you saw in the video, the guide lets you better appreciate some of the works by viewing them as 3D models or enlarging the pictures to see fine details. We've added a slew of brand new features to the retail version, like a mode that lets you select and admire particular works of art while listening to the commentary, or the slideshow, which automatically displays images of the museum and its artwork and can be used as a sort of arty clock. We've also included an update feature similar to the one used by the Louvre's own guides, which lets you stay abreast of new and changing exhibitions and room closures, so your guide will have all the latest information. And of course, if you bring your own copy of the guide with you on your visit to the Louvre, you can use its location sensing function to navigate the museum, just as with one of the museum guides. Nintendo 3DS guides Louvre should now be available from Nintendo eShop. We've also uploaded a 3D video to Nintendo eShop showing you the 3D view of the famed Venus de Milo. Lastly, we are opening a mini site explaining the contents of the software in detail, so be sure to have a look if you are curious. At first, we intended the software to be download only, but we decided to make physical copies available for purchase exclusively at the Louvre Museum's gift shops. We thought those of you who visit the Louvre and like the 3DS audio guides might want to get one as a souvenir, so that you'll always be able to go back to the memories of your visit and relive the experience at your leisure. That's it for today's announcement. Thanks for watching, and see you next time.